ハレルヤありがとうございます。ホサンナ生活の賛美感謝いたします。またヘプシバ賛美チームの賛美、心から感謝いたします。ヘプシバ賛美チームがどんどん実力がうまくなって、また多様な楽器を通して神様の前に賛美していただきました。心から感謝いたします。 皆さん、1週間えお元気でしたかこのように顔を合わせている、会うことができ、心から感謝いたします。今日は、世の終わりの教会の使命という題名で、見言葉を語りたいと思います。世の終わりの教会の使命です。皆さん、教会とは何でしょうか皆さんが今ここに集っておられるところは教会ですよね。この教会という単語を聞くと、皆さん、 各自、どのような感じを受けますか例えば、愛国者、愛国心を持つ者たちは国、国という名前を聞くと、日本という国,をそのえ国の名を聞くとですね、いろいろなまた思いが思い浮かぶでしょう。また、親孝行をするえ人にとっては、 お母さんであったりお父さんという言葉が心を打つことがあります。キリスト教の信徒にとっては教会という単語がそのような心を打つ単語ではないかと思います。今日の本文を見てみるとエゼケールがエル,サレムのエルサレムの滅亡について語っています。このエルサレムの滅亡の原因が何かというと今日の本文には 町の壊れたところを直す者がいないからであると語っています。城壁,城壁にひびが入っていると。その崩れた城壁を直す者がいないと。そのためでエ,エルサレムが滅びると語っているんですね。エゼケール22章全体を見てみると、特にその当時の、えー、宗教指導者たちを 語る見言葉でありますエゼケル44二24節を見るとその、えー、祭司またレビ人たちその当時の宗教指導者たちですねその人たちが何をするかというと聖なる者とまた俗なる者の,の区別を教えるわけですまた清い者と汚れた者の,の分別をするものがすることがその役割なんですねしかし 城壁の、えー、役割と同じです。城壁、そのへがきというものは、聖なるものと俗なるものを区別する役割があります。ですから、これは何かというと、霊的に見ると、宗教指導者たち、祭司やレビ人たちが、そのイスラエルの人々の霊的な城壁の役割をしっかりとできていなかったということを意味しています。彼らが このイスラエルの民を聖なる者と汚れた者を区別を教えて神様から求めておられる聖なる歩みをなすことができるようにしなければいけないにもかかわらず城壁にひびが入りまた穴が開いているためにその外から全ての罪が入ってくるということを表しているわけです。これは私たちに対して あらゆる教訓を与えています教会というものは聖なるものと汚れたものを区別する役割をするのが教会でありますまたしかしその教会にまたその城壁に穴が開いているならばまたはその城壁が崩れているならば聖なるものと汚れたものを区別することもできず混ざってしまうならば結局は教会が崩れてしまうと また、教会が崩れるということは、結局は審判しかないことを意味しています。ですから、今日私は、この教会が何なのか、また最後の時の使命、私たちの持つ使命は何なのかを見てみたいと思います。まず一つ目に、教会は世の中と区別されている場所であります。教会は世の中と区別されている場所であります。ギリシャ語で教会というものはエクレシアと言います。このエクレシアという単語は、 カレオという単語と、またエクという単語が合わさって作られた単語であります。カレオというものは呼ぶと、呼ぶまた集めるという意味があります。またエクというのは何々からという意味があります。英語で言えば from ですね。ですから、エクレシアというのはどこどこから呼んでくると、集めてくるという意味であります。この 単語はもともと軍隊を招集するときにあつ、えー、使う単語であります。しかし新約ではこの単語を用いて教会であると語りましたね。例なる軍隊である教会であります。世の中から選ばれた信徒の集まりをエクレシアと教会だと言うんですね。その信仰の共同体。 ですからその意味の中に単語の意味の中に区別されていると特別に選ばれた呼ばれたものであるということを意味しているわけです聖書全体を通して見るとこの教会というものは区別されたものが強調されています区別されるということが強調されていますねエデンのそのを見てくださいエデンのそのを見るとアダムとハワがそのエデンの中に区別されました エデンというのがカンと書いていますね、カンという単語なんですけれども、カンというのはカネデン、カンエデンというんですけれども、カンというのは区別された、または、えー、囲われたという意味があります。また、聖書に出てくるあらゆる、えー、聖殿、神様の宮もすべ、えー、て描きがあることを表しています。エゼケール44章20節を見ても、 42章20節を見ても、エゼケール42章20節にも、その絵描きは、えー、聖なるものと俗なるものを、えー、分けると語っていますね。聖なるところと俗なるところを隔てる役割をすると。19節を見ると、弟子たちに言われましたね。あなた方は、この世のものではないと。 この世に属するものではないと語られました。そ,のながらそれそうやって言われながら、あなた方はこの世から選び出したものであると。だからこの世はあなた方を憎むのであると語っていますね。イエス様がこの世の中から選ばれた者たちが教会であると語られています。ですから私たちは世の中に属する人間ではないわけです。皆さん、私たち皆さんはそのような人たちなんですね。 神様が特別に世の初めから選ばれた一人一人をこのように集めてくださったためにえ世の中から集めてくださったために今ここに皆さんが集っておられるわけです。ですから区別されたもの、性別された特別な存在であるということを聖書は語っています。またコリント第2の手紙6章17節から18節を見てもあなた方は皆さんですね。私たち皆さんは えー、彼らと分離せよと語られています、えー、彼らと分離せよとあなた方は彼らと分離せよそして汚れたものに触れてはならないと触れなければ私はあなた方を受けて受け入れようそして私はあなた方の父になりあなた方は私の息子娘となると語っておられますですから世の中から 区別されて選ばれた者たちそのような者たちをあなた選んで息子を娘とすると語られているわけです。ですから世の中から出てくればですね神様は私たちの父となってくださり私たちを息子娘としてくださると語っています。それが教会なんですね。教会というのは神様の家庭です。神様,の出会う神様と出会うだけではなく神様が私たちの父となって また神様の息子娘となるのがこの教会であります。この区別されたという単語がカドシという単語です。カドシ。このヘブル語は清い、清い、聖なるという意味があります。ですから清いというものは特別に区別されているという意味です。特別に区別されていると。で第1点もて四章五節を見ると、 神様の言葉と祈りによって清められると語られましたね。第一手もて四章五節,節に。私たちが非なるものとなること、清められるためには、神の言葉と祈りがなければいけないと。教会は御言葉と祈りによって区別されなければいけません。それが教会です。私たちの生活の方式、また考え、また、えー、自分の生き,かえ生き方、全ての面において、 御言葉と祈りによって区別された人生を生まなければならないと。そこから御言葉をとって、祈りを取ってはいけません。それは教会ではないわけです。御言葉と祈りがあるところが教会なんですね。2番目に、教会は真理を守るもの。真理を守るもの。第一手もて、3章15節を見ると、この家は、え、ー 生ける神の教会であり、真理の柱、真理の基礎なのであると語っていますね。第1点もて3章15節です。教会というものは真理を守る場所であります。ヨハネ17章18節を見ると、神様の御言葉が真理であると、イエス様は語られました。ヨハネ17章17にを見ると、えー、教会は神様の御言葉を守るところであると。御言葉が真理であると。 この御言葉を守るということは、真理を守るということは、御言葉を伝え、御言葉をしっかりと受けてから、多くの人に伝えることを意味します。また、この御言葉をですね、次の世代へと受け継ぐことです。また、御言葉を実践することが教会の集まりであります。このように、 今私たちが暮らしているこの時代に与えられている使命というものはこの教会を守真理を守ることであります。列王女21章を見るとアハブというイスラエルの王が出てきますね。アハブこのアハブというのはイスラエルの中で一番悪い悪なる王であります。このアハブ王が自分の宮の横にですね ナ,テとナポテという人が持っていたブドウ畑を、えー、欲しがっていました。そして、そのブドウ畑を私に売りなさいと、あなたが望む、えー、その代価を払うと語ったわけです。しかし、それ問題はですね、旧約の立法を見ると、神様が与えられたカナの地、このカナの地というものは約束の地であります。 永遠なる場所としてイスラエルに与えられたものであります。これどういうことかというと、イスラエルの人々は自分の土地を買ったり売ったりすることはできないということです。各家紋にですね、自分たちに与えられた木を修行がありますよね。その修行は決して他の場所に他の人に与えてはいけないのというわけです。それで父が息子に。 またその息子がまたその息子へとえ修行を受け継がせていくわけです。それが立法なんですね。ですから、ナポテはその立法を知っているため、王にえ拒んだわけですよね。王にも私は売ることはできませんと。これは神様の命令ですと言いました。そしたら、アハブはどうしましたか この悪い王アハブは自分の力を持ってナポテを殺してその畑を奪い取ったわけです。そこを見るとですね、このナポテはなぜこのブドウ畑を、ナポテのブドウ畑を欲しがったのかというと、何と書いているかというと、自分のその畑をですね、 えー、青物畑にしようとしました野菜を植えつける畑にしようとしたわけですよねブドウ畑をあー奪い取ってそして野菜を植えるために畑を奪い取ったということなんですこのストーリーの、えー、背後には霊的な意味があるんですねそのどういうことかというと 聖書でブドウ畑というのは教会を表しています。ヨハネ15章遺節を見ると、私はブドウの木であると語っていますよね。ですから、ブドウというのは教会を表しているわけです。そのブドウ畑、教会をですね、奪い取って野菜の畑としたと。この野菜というのがヘブル語でヤラクという単語です。ヤラクこれは、えー 野菜青物という意味があります、ね、創世紀一章30節から31節を見ると神様は6日目に人とまた獣を創造されましたねそしてその時に人には人が食べる食物とまた獣には獣が食べる食物を別々与えられました人には種のある実を結ぶもの 全ての食物を与えられましたしかし、獣は青草、やらくを食べなさいと語られたんですね。でも、獣はどうですか野菜だけ食べますか獣というものは何でも食べるわけです。食べれるものは食べるわけですよね。ね肉も食べますし、また雑草や青草、実り、多くのものを食べます。しかし、聖書では獣は、 えー、青草を食べなさい野菜を食べると語られているわけですこれは霊的な意味がありますどういうことかというと神様の形を受けた形をもらった人というものは種ルカ8章中節のようにですね種というものは御言葉でありますこの種というものは御言葉ですから御言葉があるもの を食べななけければいいいととうことです見言葉がないものを食べるならばそれは獣だと語っているわけですよね。なぜ私がこのことを言うかというとアハブがナボテの、えー、ブドウ畑を受け取った、えー、奪,奪い取ったわけです。野菜畑ですから種のない野菜畑を野菜の畑を作るために、えー、奪い取ったわけです。これは 世の終わりにですね敵キリストが来てどのようなことを起こる起こる行うかを語っていますサタンというものは教会を奪い取ってそしてそこを捨ててですね教会を御言葉のない青草だけの茂ったものとすると語っているわけです御言葉が語られなければならない教会をですねみ言葉をなくして社交的な集まりを 作りまた社会的な福祉センターだとか、奉仕センターとして作り、世の中から見れば良いように思えるような、御言葉ばのないそういう集まりに変えようとするのがサタンの計画であるということです。そうなるならば、この教会は真理の御言葉ばをなくしてしまうわけです。御言葉ばがなくなれば、結局は真理がなくなるわけです。教会がなくなるわけですよね。 種がなくなってしまうということです。ですから私たちはこの教会を守らなければいけません。教会が真理を守る場所であるからです。大きな3つ目に、教会は主の証,証人であります。主の証人。真理を守る人たちは証人とならなければいけません。多くの人にこの御言葉を伝えなければいけないわけです。 次の世代へと受け継がなければ、この御言葉の種がどん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 つながっていくわけですよね。首行伝一所派説を見ると、首行伝一所派説に、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリア、の全土さらに地の果てまで私の証人となれと語っています。証人となれと。何に対する証人ですか神様は生きておられるという。 その証しをするわけです。世の中は神なんていないと語ります。しかし私たちは神様はいると語らなければいけません。神様はこの世の中に人の形を持ってこられた。それがイエス・キリストだと。それを私たちは伝えなければいけません。そしてこの聖書の御言葉が生きておられる神様の御言葉であるということを伝えなければいけません。そしてイエス・キリストを信じれば永遠の命を得ることができると。 このような御言葉のその真理を伝える証人とならなければいけません証人というとですね皆さん伝道と、えー、考えるわけですけれども世の終わりが近づけば近づくほどですねこの証人というものは、えー、法廷で、えー、審裁判するときにですね、えー、呼ばれる証人として出なければいけないということです ですからこの世の中は神様を判断し、イエス・キリストを判断し、教会を判断してあれは間違っていると、あれは信じるなというわけです。しかしそういう時にですね、法廷に出ていて、いや違いますと、神様は生きておられますと、またこの教会を間違ったことはしていませんと。そうやって神様の側に立って、なな証人として明か,さなければけな明かしなければいけないということです。また大きな4番目に、聖書は世の終わりに、 多くの教会が世の中と妥協することを語っています聖書では世の終わりにですね多くの教会が世の中と妥協することを語っています特に今日の本文を見るとその原因の理由の一つがですね宗教指導者たちの堕落であると語っています 創世記三章十五節が原始福音と言います。原始福音イエス・キリストについてですね、それは女の末であると。女の末が女の子孫が来て、蛇の頭を砕くと語られていますね。しかし創世記三章十五節を見ると、えー、お前と女の末との間に恨みを置くと。 そして彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろうと。このお前というのは誰ですかお前と。ヘビに語られている言葉ですよね。ですから蛇の子孫あ、女の子孫がヘビの子孫と恨,と恨みとなると。ですから、敵となるということを表しています。イエス様も女の末として来られましたよね。そのヘビの子孫は誰ですかしたら またい3章7節を見るとパリサイ人とサドカイ人たちを、えー、マムシのコラよと語られましたね宗教指導者たちについてです宗教指導者たちその当時の、えー、指導者今で言えば牧師です私のような牧師なわけです私も、えー、牧師のことをですねマムシのコラよと語っております このイエス様が来られたときにイエス・キリストの敵となったのはイエス・キリストに敵対したのは誰かというとパリサイ人たちとサドカイ人たちです。宗教指導者たち彼らがマムシの子らとして女の末の敵となったわけですよね。またまた23章を見てもイエス様はパリサイ人についてまたサドカイ人たち宗教指導者たちについてあなたはマムシの子らであると語っています。 この宗教指導者たちが堕落したために結局ユダヤのこの人たちがイエス様を捨てて出ていたわけですよね宗教指導者たちの堕落が審判の原因となったわけです聖書ではこの最後の時にもこのようなことが起こると語っていますもっとひどい働きが起こると 黙示録16章12節を見ると最後の時第6のですね第6のえ8をですね大ユーフラテ側に傾けますその時にえ日の出る方から来た来る王たちの道を備えるために枯れたと語っています大きな戦争が起こるわけですね 大きな戦争それがハルマゲドンでありますこのユフラテス川というのは中東地方を見ても一番大きな川であります今まで歴史的に見ても一回も枯れたことがない場所でありますですからこのユフラテというのは霊的なものを指していますこのユフラテス川これは何ですか まずこの川とユーフラテ川というのは天然的な国境であります。アブラハムに、えー、創世紀15章18節を見るとカナンの地を約束されましたけれどもユーフラテス川からエジプトの川までだと語られましたよね。境界線なわけです。またエデンのそのもユーフラテス川のそばにあったわけです。エデンから4つの川が分かれましたよね。また アブラハム、エベルこのような信仰の持ち主たちは皆ユーフラテス川を渡りました。ですからアブラハムの子孫をヘブルビトと言いますよね。ヘブルビト。このヘブルという単語が、えー、川を渡ったものという意味があります。川を渡ったもの。ですからユーフラテス川を渡ったという意味ですね。なぜこのように、えー、言うのかというと、ゼカリア旧章中節を見るとユーフラテス川が。 来られるメシアの王国の国境であると語っています。その政治は海から海に及び、大王側から、ユーフラテス側から地の果てまで及ぶと語っています。ですからこれはイエス・キリストを表していますね。神様の御国の始まりがユーフラテス側であると。ですからユーフラテス側を渡らなければ、神の,その御国に入ったと言えないわけです。 しかし最後の時このユーフラテス川がえ乾くと語っていますユーフラテ川が乾くとこの国境がなくなってしまうということなんですね天然的な国境だったにもかかわらずそれがなくなりました区別されていた線がなくなったわけですこれはえ敵対するもの区別するものがなくなったということです その次の箇所を見てみると偽の霊が出てきて偽予言者が出てきて悪霊が多くの人を惑わせてそして争わせたと語っていますよね神様の恵みが枯れてしまうためにこの悪霊たちに立ち向かっていた者たちが亡くなって結局は、えー、偽予言者悪霊がはびこる時代となるということを表しています これは何を表しているかというと教会と世の中の区別されていた境界線がなくなってしまうということです教会は区別された場所なんですよねしかし最後の時世の終わりの前にはですね直前には教会とこの世の中の線が境界線がなくなるということですどうですかしたら教会がこの世の中と同じようになるということです世の中の堕落した者たち また罪のその波が押し寄せてくるということなんですね。教会が人本主義になり世の中と妥協し、教会が偽予言者の働きをするようなところが出てくるわけです。目視録を見てみると2つの獣が出てきますよね。海から出る獣と地から土地から出る獣。 海の獣は政治的な勢力を表しています。また地上から出てくる獣は宗教的な勢力を表しています。この、えー、土地から地上から出てくる獣のことを、えー、偽予言者だというんですね。教会がですね世の中の内容、世の中のことをすべて受け入れると結局。 結局は、えー、そのように偽予言者の役割をするようになってしまうということです。ですから結局、世の中の霊を受けるとですね偽予言者になります。そして偽予言者の,その目的は何かというと、海の獣をですね、えー、崇拝させるようにするということなんです。皆さん、私たちの教会はそのようになってはいけないわけですよね。 教会は神様の御言葉を伝え、神様の働き、御言葉を教えて伝える場所であります。福音を伝える場所、また祈る場所が教会であります。しかし、その教会がですね偽の霊を受けて、世の中に政治的な勢力にですねえ負けてはいけません。政治に、えー 介入してはいけないわけです。バプテスマのヨハネがなぜ死んだんですかなぜ勧告、えーえー、ロイヤルに入ったんですかそれは自分の使命をしっかりとまとせずに政治的な問題に関与したからなんですね。最後の世の終わりにもですねこのようなことが起こるわけです。私たちはどのようにこの世の中、世の終わりを準備すべきでしょうか 結局、最後には偽の予言者、また悪霊が出てきてですね、多くの人たちを惑わせます。自分たちの信仰がですね、触れていくわけです。そういう時に私たちに必要なのが神様の御言葉です。最後まで私たちは神様の御言葉をしっかりと学んでですね、その神様の御言葉を信じるその確信がしっかりとなければ、私たちは揺らぐことはないわけです。 また第2テもテ3章12節を見ても、あなた方は、えー、信じて確信しているところにとどまりなさいと、学んで確信しているところにとどまりなさいと語っています。偽の霊に惑わされる前に、ですね私たちの中に御言葉に対する確信が必要なわけです。後になってですね、ねこの聖書の言葉なは何だろうかと、これが合っているのかなと、後になってですね遅れて聖書を学ぼうとしても、もう遅いわけです。 また教会は分別力が必要です。ヨハネ第一の手紙4章、一節からを見ると、愛する者たちよと、すべての霊を信じることをしないで、それらの霊が神から出たものであるかどうかを試しなさいと語っています。多くの偽予言者が世に出ているからであると。あなた方はこ,のこうして神の霊を知るのである、すなわち、 イエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白する例はすべて神から出ているものであり、イエスを告白しない霊はすべて神から出ているものではない。これは反キリストの霊であると語っています。霊をしっかりと分別しなければいけません。そうするために私たちがしっかりと聖書の御言葉をしっかりと学んで、分別する知恵を、また、例を受けなければいけません。 これが本当に神様から出たものなのか、また世の中から出てきたものなのかを分別することができる知恵が必要なわけです。愛する皆さん、私たちが今、信仰生活をしているすべてのことがですね、その世の終わりに対する準備であります。御言葉を通して分別,さる分別する力を得て、また祈りをし通して、私たちの中にしっかりとした信仰を蓄えなければいけません。 これはどこで学ぶんですかすべて教会で学ぶわけです。ですから、この教会を守ることが私たちの使命です。私たちがこの教会を守らなければいけません。教会が世の中に溺れてはいけません。世の中の霊を受けてはいけないわけです。祈りながら私たちは教会をしっかりと守る皆さんとなることを、の御名を持って祝福いたします。この教会をしっかりと守り、自分のブドウ畑を守ってですね、世の終わりに。 また再び来られるイエス・キリストを受け入れる皆さんになることを主忍びのもって祝福します。祈ります愛する父なる神様、今日、私たちの教会、この神徒一人一人をこの場所に集わせてくださり、主の体のある教会で神様の前に礼と誠と思って礼拝を捧げることができるよう導かれ心から感謝いたします。 今日も与えられた御言葉のように私たち世の終わりにこの教会をしっかりと守ることができるように信仰を与えてください。この場所で御言葉を受け分別する例を受けてしっかりとした確信ある信仰を持って世の終わりの時に多くの偽予言者が現れ多くの人が惑わされる時私たち信徒一人一人は決して。 揺らぐことなく神様の御言葉だけをしっかりと掴んで歩むことはできるように導いてください。私たちだけではなく私たちの家族、家庭、職場、また子どもたちにも同じ祝福を与えてくださり、神様が守ってくださって、確信の中で歩むことはできるように導いてください。信仰をしっかりと守り通す教科となることはできるように導いてください。 また私たちの家庭ごとに神様がどうか責任を持って守ってくださり祈るすべての祈りに応えてくださり恵みに満たされた家庭となることはできるよう祝福してください最後まで私たちの心を守って信仰を守って揺らぐことがないように私たちを守られることを信じて心から感謝しイエス・キリストの皆ならてお祈りします。アーメン